皆さんこんばんは、 MK です。ポケットモンスタースカーレット青の円盤パート20やっていきましょう。今回も前回に引き続きキャニオンエリアの方を進めていくんですけども、四天王のネリネちゃんはもう前回倒しているんですよ。ただまだ捕まえていないポケモンだったり戦っていないトレーナー結構いるかと思います。ポケモンバトルやってるお姉さんもしっかり完全攻略していければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして応援の方よろしくお願いします。ということで、まずはズガイドス捕まえていきましょうか。そう、こいつはダイヤモンドパールの化石ポケモンなんですけども、今作では野生で出てくるみたいですね。そう、化石限定のポケモンが野生で出てくるっていうこの感覚、まだ慣れない方いると思いますけども、結構剣盾あたりからはあるんですよ。多分まあなんか化石がトレーナーの中で流通して、その中で逃がすトレーナーとかがいて野生でも繁殖したとか、そういう設定になっているんじゃないでしょうか。まあテラリウムドームは人工の、建物ですので、その中に化石のポケモンがいてもまあおかしくないっちゃおかしくないでしょう。ということで、はい、モンスターボール捕まるでしょうか。化石ポケモンの捕獲率ってどうなるでしたっけちょっと待てよ、こいつ反動技覚えてないんだったらもう一発峰打ち打ちたい感もありますが、いや怖いよな、型破りだったから。こいつ突進とか覚えてたら全然やられちゃうな自分で。待って、こんな捕まらないか。モロハ思念も持ってたな。モロハの頭突き、思念の頭突き、なんだった今、もう一個なんかやってたような気がしますが、まあなんだろうがモロハの頭突きを持ってるので、ここは峰打ち打つわけにはいきません。待って、一回も揺れないか。なんで、ちょ、おかしいおかしいおかしい。さっきから3発4発投げてさ、1回も揺れてないですよね。これクリティカル出すしかないんじゃない。クリティカルは出ない。はい、1回2回3回揺れて、ちょっと待って、しょっぱなから時間かけてる場合じゃないですよ。後ろにもトレーナーいますし、まだまだこの辺り捕まえていないポケモン多いかと思います。なんで君こんな捕まんないの。化石系ってやっぱ捕獲率がちょっと低めに設定されてるんでしょうか。3回揺れて OK。 なんだったんだ、だったら最初の頃の全然揺れなかった3、4回は何だったんだ。はい、じゃあこちら捕まえたので、ポケモン図鑑読んでいきましょう。ズガイドス、頭突きポケモン、岩タイプ。1億年ほど前の密林で暮らしていた。得意の頭突きでプテラに対抗していた。おー、かっこいいですね、設定が。かなり、それにしてはちっちゃいポケモンのような気がしますが、まあ、ジムリーダー、ヒョータのイメージを持ってる方も多いんじゃないでしょうか。ということで、そしたら、あとは、ちょっと報酬がもらえるってずっと言われてるからさ、次あたりでもらおうか。頭蓋、あ、シラーミ、そして、キバゴ持ってるんかーい。あ、キバゴ、オノノクス、パルデアにいたんだったっけか。ちょっとそのあたり記憶曖昧でした。まあ、キバゴといえばアイリスだよね。あの、アニメでずっと使っていたかと思います。そしたら、チラーミー、まあ、電磁波から入りましょうか。あ、こいつシンクロ持ってなかったっけ。スキルリンクのイメージがちょっと優先しておりましたが、シンクロも特性の一つだったような気がしますけど、こいつは違った。とっておきはまだ使えないよね。そう、とっておき、不屈の心持ってじゃないですけども、とっておきっていう技はですね、自分の技、残りとっておき以外の技を全て使い終わってからじゃないと打てないという、まあダイヤモンドパールから登場した技でございます。まあチュリムとかのイメージ持ってる方多いんじゃないでしょうか。 MK さんも何かっていうとチュリムが使っていたイメージだな。とっておきは OK。 クリティカル結構出るようになったよ。揺れないお守りも持ってるから、まあそれもね、加算されているんでしょうけども、確率としてね。ということで、はい、こちらチラーミーの図鑑データも読んでいきましょう。チラーミー自体はブラックホワイトからのポケモンでございます。チラーミー、チンチラポケモン、ノーマルタイプ。自分の体や巣の掃除で汚れた尻尾は綺麗な湧き水で1日かけて洗う。1日もかけるの。まあ確かにチラーミーの尻尾ってなんかこう手ぼうきみたいなイメージありますよね。ブラホはあれ、 XY なんかポケパルレとかあの辺りでも使われてたイメージですけど、あれチラーミーの尻尾じゃなかったっけ。あれ何だったかな、なんかで、あれ本編じゃないか。チラーミーの尻尾でこうなんか掃除するみたいな、やったタッチペンかなんかでやった気がするけどな。チルッとチルタリスはパルデアにいたような気がしますが、ですよね。湖の周りにいたような印象でございます。あと、じゃあ持ってないポケモンはいないか、このエリア。じゃあ、あそこのトレーナー戦っていきましょうか。うん、パッと見はいないですね。こんにちは。あなた、うわ、黒吹き出しか。
黒はなかなか強いですよ。ブリジュラスラウドボーンで行かせてください。まあブリジュラス今ダブル向けかと言われたら微妙ですが、テラリウムドームで捕まえたいろんなポケモンを見せてあげよう。あ、結構レアなポケモンとか見せてくれると嬉しいところでございます。かわいい。リーグ部のダーナが勝負を仕掛けてきた。使ってくるポケモンはチラチーノとエルフーン。エルフーンってパルデアにいなかったか。だとしたら、ここで初めてになるんでしょうか。チラチーノどうすかな。ラスカノで、いやちょっと待てよ。10万ドラゴンクロー、ドラゴンクロー、ドラゴン、待って、竜の波動にしなかった。なんでドラゴンクローになってんの。竜の波動にしなかった。あれ、竜の波動にしなかった。なんでドラゴンクローなんだ。おかしくないあれおかしくない今の。なんで竜の波動がドラゴンクローになってるあれ MK さんドラゴンクローでやってた。ずっと竜の波動だと思い込んでただけこれまで。ちょっと分かる方いたら教えてください。ちょっと遅延行為だって。防御はこれ3回攻撃したら3回上がるよ。はい、ということでラスカノでまずチラチーノを倒していく。で熱風でさすがにエルフーン倒せると思うんですけど、タスキ持ちとかじゃなければ嬉しいですけど。マジか。よりによって火の方を持ってる。倒せるんかーい急所か。ありがとう。多分有効急所だったかと思います。オッカの実が弱めましたが、言うてもこいつ草フェアリーで2倍ですからね。ということでエルフーン倒すことができました。ズガイドスが試合を見守っておりますが、おのおの使ってくるんだ。オノノクスといえばやっぱアイリスよ。ブラホア2のさ、シビルドンも使ってくるね。すごい BWすごくブラックホワイトですね今日は。そしたらまあまずはどうすかな。まあ熱風やっちゃってもいいか。ちょっとオノノクス今一つですけど、しょうがないとして、これドラゴンクローでいく。いやーこれもう絶対竜の波動の方が良かったって。倒せるんかーい全然倒せるんかい。ということで、はい、そうオノノクスはねブラホワ2のチャンピオンアイリス戦で一番最初に出してくるポケモンなんですよ。いや MK さんさ、歴代のポケモンのバトル BGM、 バトル、まあ、対戦の BGM ね、一番好きなの何かって言われたら、なんだかんだやっぱりブラホア2戦闘チャンピオンアイリスなんですよね。あとまあパッと思いつくのはグラジオ戦、いつも言ってるけどサンムーングラジオ、あとサンムーンのさ、ウルトラサンムーンか、ウルトラサンムーンのチャンピオン戦ハウの BGM もめっちゃ良くない。あれはまあククイありきのみたいな感じではあるんだけど、ククイ戦がサンムーンであって、その後のあのハウ戦のねBGM がめっちゃかっこいいのよ。でグラジオ戦でしょ。あとあクララちゃんも好きだったけどなそう、剣盾のダウンロードコンテンツ、クララちゃんの BGM も結構好き。そっちもポケモン見せてくれてありがとう。ということで、あと剣盾のジムリーダーも熱かったよね。はい、そしたらブリジュラスじゃなくてドドゲザンを先頭にしまして、エアームドいたけどさ、エアームドって持ってる？あ、持ってないんだ。すごいテッカテカ、マジの鋼ボディじゃないですか。じゃあこちら戦っていきましょう。ちょっと木に引っかかってて、飛べないのが申し訳なく思いますけども、電磁波峰打ち、峰打ちもあんま効かないかもなこいつ。はい、鋼飛行タイプでございます。エアームドはマンタインと種族値が対なんだよね。防御と特防が逆みたいな感じになっていたかと思います。なんかタイプがさ、エアームドが鋼飛行でマンタインが水飛行だからさ、やっぱりこうタイプ的にエアームドの方がめちゃくちゃ強くて、覚える技のレパートリーもエアームドがめちゃくちゃ多いので、まあよく対戦でも受けループとかで採用されがちですよね。はい、エアームド体がしびれて動けない。あとはまああそこだな、ハジツゲタウン、ルビサファのハジツゲの周りのなんか灰がいっぱい降ってるところで低確率で出るイメージでございます。パッチールとエアームドしか出ないんだよな確か、あそこはな。うわ、反動持ってるよ。今何した？全然見えてなかったけど、何だった今。分かんなかった。まあまあまあ、捕まれば何でもいい。いやー、捕まらないんかーい。反動技持ってる。鉄壁。まあ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 、あまり関係ないでしょう。ちょっと待てよー、これ。結構捕獲率低め。エアームとは確かに低めのイメージあるな。ほい、モンスターボール投げまして、1回、2回、3回の、今捕まってもよかったよね。まあ厳しい、どんだけ撃つの入れ替えないって大丈夫だって。はい、じゃあもう一発いくよ。これ以上峰打ちはちょっと怖いからね。鉄壁使ってるからそんな食らわないと思うし、1
回、2回、3回お願い。うわー、もうなんで2回連続3回揺れ、巻き菱巻きすぎ。まあ3回までしか確か追加効果にはならなかったはずでございます。そう、毒菱とか巻き菱とかはね、連続で打つと毒猛毒みたいな感じで変わったりするんですよね。ステルスロックは1回だけでございますけども、はい、オッケーで、高速スピンとかを使えば取っ払えるんだけど、まあ、でもお片付けとかでもいけんのか、今作だと。はい、ということで、エアームド鎧取りポケモン鋼飛行タイプ。頑丈で重そうな鉄の体だが、薄くて軽いので時速300キロで飛べるということで、そう、ライトメタルの夢属性を持っていたかと思います。あれ、こいつだったよね。そう、ライトメタルのイメージありますけど。そしたら、あ、報酬もらう？さすがに。はい、こちら、ブルーベリー図鑑の報酬もらっていきましょう。お、これ特製カプセルですね。オッケー、ブルーベリー図鑑が90冊になりました。で、お、アップグレード、これはポリゴンをポリゴン2にしろということ。そして怪しいパッチもここなんだ、ありがとう。これでポリゴン2がポリゴン Z になりますね。で、あ、サファリボールだ。え、珍しい、サファリボール手に入んの、マジか。そう、サファリボールっていう、まあ、ポケモンサファリがあるシリーズでは、まあ、サファリ系のポケモン限定で使えるボールなんですけど、結構おしゃぼとしても人気が高いんですよ、サファリボールって。へえ、手に入るんだ、図鑑報酬でありがとうございます。ガンテツ以外だと、まあ、コンペボールとかサファリボールあたり人気ありますよね。ということで、あとこのあたりいないか、チラミ、まあ、チラチーノがもしかしたらいるかもしんないけど、確か雪山のところチラッと行った時もいたよね。だからあっちで捕まえましょうか。じゃあチラチーノは、ラムパルドとかはパッと見はいないですね。わかりました。そしたらどうすっかな。あ、チラチーノやっぱ野生で出るんだ。あとトレーナーがいそうなのは、ま、この辺りとかだよね。湖があるのでちょっと向かってみましょう。トレーナー一人はさすがにいるかと思います。木箱がいて、チラチーノ、いてもいいんだよ。そして、そこにちっちゃい洞窟があるので、一応入っておきましょうか。テラピースドラゴン。うわー！マジ？ゴルーグ。いや、でもわざわざテラスタイプで捕まえる必要もないだろう。石つぶては持ってるよな。待って、石つぶてループする、これ。早くやんねえと。いやー、でも一応、ボス的な感じになってるからやっとく。じゃあドドゲ山、いや別にドドゲ山にす、いやでも何のテラスかわかんねえからな。わかったよ、君捕まえてねえから捕まえよっか。ゴビットは捕まえたけど、ゴルーグは捕まえれてないんですよ。そして地面ゴーストタイプですので、峰打ちも電磁波も効かないと。はい、飛行なんだ、へえ。まあまあまあ、確かにね、ゴルーグって空を飛ぶを覚えるんですよね。パッと見なんで覚えるんだいと思う方いるかもしれませんが、黒き英雄、黒き英雄ゼクロム、白き英雄レシラムの映画を見た方はわかると思いますが、ゴルーグはね、足をしまってね、ジェット噴射でビューンって飛ぶんだよ。なんで古代のポケモンがそんなハイテクに飛ぶんかいって感じではあるんですけども、ジェット噴射で飛ぶっていう設定があるから空を飛ぶを覚える。だから今回もここ飛行テラスなんでしょうね。一応公式的にもかけているんでしょう。風船ピカチュウみたい、空を飛ぶピカチュウみたいなもんだよね。はい、爆裂パンチはこっちは食らわない。いや、これさ、状態異常やった方がいい気がする。一旦ヤバソチャに切り替えて、しびれ粉だけでも打っておきましょう。77レベルを素で捕まえるとなると、まあさすがに状態異常は必要ですよね。はい、ということでヤバソチャ出しまして、メガパン食らわないよ。こっちはゴーストタイプだからね、あなたもしかして物理系の格闘ノーマル技しか持ってないのでは。はい、しびれ粉を当てていく。このなんか真ん中のさ、ひび割れを絆創膏みたいなので止めてるデザインが個人的にはおしゃれだなと思います。そしてちゃんと光ってるね、黄色いところ。こういうマップにさ、ポケモン反映させた時に、細かい動きとか、どこが光るどこが光らないとか、ちゃんとやってくれんのがゲーフリなのよ。だからなんか全ポケモン出なくても皆さん怒んないであげてください。全ポケモンにさ、この何、今もう1020何匹にこのね、何個もポーズ入れたりとか、ここどう光るどう光らないとか、こうね、技のモーション入れたりとか、いろいろやること考えると、まあ現実的じゃないっちゃ現実的じゃないような気がしますよね。しかもそれにオスメスがいて、色違いがいて、今はもうリージョンフォームがいてっていう時代だから、
でアンノーンとかだって1種類で何匹もいるし、パッチール、アルセウス言い始めたらキリがありませんよね。ということで、ゴルーグ捕まえることができました。ゴルーグゴーレムポケモン、地面ゴーストタイプ。胸の封印が解けてしまうと見境なく暴れ回って街を瓦礫の山に変える。やば、なんか守り神みたいな感じで描かれるイメージが強いですけど、そんな暴れ者なんだ。まあ強くなければ守り神もできないですけどね。ということで、はい、そしたらさっきマップピン立てたところに向かっていきましょう。この上か、トレーナーまずはちょっと探したいですよね。ズルックすごい変なところにいましたが、ズルズキン、あ、なに、え、あ、ゴルグ普通に、なんかこれ、なんか石が違うね。待ってよ、これバサギリじゃない？バサギリのさ、あれがある気がする。あ、うわー、やびっくりした。バサギリの進化アイテムがあるんかと思ったら普通にいるんかい。そう、バサギリっていうポケモンレジェンズアルセウスから追加されたポケモンがいるんですけども、これ何、主かどうかはちょっとわからんけども、主ではない。主バサギリみたいな、何、沈め玉でやんなくても大丈夫。うわ、すげえ。なんか普通にこうやってバサギリいると変な感じ。そう、ストライクの分岐進化の一つなんですよね。ストライクはハッサムにもバサギリにもなれるんですけども、なんでいるんだろう。いや、この辺の設定ってどうなってるかわかんないよね。 MK さんもポケモンレジェンズアルセウス完全クリアまで実況でやってますけども、ポケモンレジェンズアルセウスで出てきたイダイトーとかバサギリとかハリーマンとか、なんだろう、まあ、リージョン、翡翠リージョンのポケモンっているじゃないですか。あいつらって古代の時代にしか、古代っていうか神王の昔の時代にしかいなかったんかと思いきや、なんかそうでもないっぽいんだよね。サザレさんとか持ってたり、あとガチグマがね、他の北神の姿があったりとか、なんかこの神王翡翠にいたポケモンたちの扱いって公式的にもなんかあるんだろうけど、まだわかんない感がありますよね。バサギリもさ、昔のアイテムがないといけないのかと思ったらそんなことないんだね。あとホームで送ったりとかは、まあ次元を超えてね、送れるっていう話だからわかんなくないですけど、普通に野生で出てくるとびっくりするな。はい、さっき3回揺れたのでもう1回ぐらい投げれば捕まるんじゃないでしょうか。はい、じゃあここモンスターボールやっちゃってください。お願い、捕まって。バサギリちゃんどうでしょうか。はい、1回2回の、っていうかバサギリもさ、お、体がしびれて動けない。レジェンズアルセウスの頃は普通に野生で出てきたというよりは、やっぱり親分、主だね、主のイメージ強い方多いと思うんですよ。待って、これ反動技大丈夫か。急所当たっちゃったけど反動技持ってないよな、危ない。体がしびれて動けないならいくらでもいいんですけども、反動技勘弁してね。いや、覚えてないと思うんだ。今剣の舞何やってた。いや待って、反動技だけほんとやめて。高速移動大丈夫、高速移動、剣の舞、岩なだれ、あと1個なんだった。いや、あと1個なんだった。マジで反動技だけ勘弁して、お願い。バサギリ捕まえたい、ここで。いや、低確率だったんかな、それとも固定シンボルかなんか。オッケー、ありがとう。ちょっとレアなポケモンのイメージありますけどね、普通に野生で出てくると変な感じ。レジェンズアルセウスやってる方はそう思ったんじゃないでしょうか。でも、もうポケモンっていうのはこういうのの繰り返しですから。バサギリ、マサカリポケモン、虫、岩タイプ。火山地帯でごく稀に見つかる鉱石によって体の一部が岩へと変わる進化を遂げた。なるほど。じゃあ、火山地帯でごく稀、まあ地層の奥、やっぱり昔の時代にあった鉱石を使えば今でも進化自体はできるっていう設定なんだ。なるほどね、使うアイテムが昔の時代にあったと。へえ、ということでバサギリゲットできました。なんかいいね、嬉しいね、バサギリとかゲットできると。ということで、あとはこの辺りはストライクとかしかいないかな。エレブーももう捕まえてる。エレキブースターあるから、まあバイオレットと通信交換させれば、エレキブルもできるところではございますが、トレーナーいないな。ちょっとトレーナーが全然見当たらん。もうちょっと違うところ行ってみようか。マップで言うと、あとはまあこの辺とかだよな、いると。あ、ここなんか授業の場所あるぞ。向かっていきましょう。うわ、バサギリまたいた。もう行って、2匹も1匹いれば十分ですからね。いや、なんかレアなポケモンなのかレアじゃないポケモンなのか分かりませんが、うわ、この辺りもちょっと探索したいな。
じゃあちょっと一旦今回これぐらいで終わっておきましょうか。次回ちょっとさらにね、新しいポケモンたちを見つけて捕まえて、新しいトレーナーとも戦っていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。